今回はイオリモエさんについてご紹介します。イオリモエさんに関するキーワードは、もともとは引っ込み思案、コミマ常駐、コスプレ衣装はです。ちなみに例のサイズは H カップです。それではキーワードを含めてご紹介します。イオリモエさんは1月24日生まれのコスプレイヤー、グラビアアイドル、 YouTuber の方です。年齢は非公開となっているようですね。漫画がすごく好きで、 Kindle には3000冊以上の漫画が並んでいるそうです。2021年3月までは個人で活動していましたが、現在は事務所に所属しているようです。小さい頃は引っ込み思案で人見知りだったそうで、教科書の朗読で当てられた時も恥ずかしくて読めないほどだったようです。中学生の時、友達にコミックマーケットに連れて行ってもらった時にコスプレ広場があり、そこで初めてコスプレを見て衝撃を受けたようです。次第にコスプレにのめり込み、何人かと一緒だったら良いと思い始め、コミックマーケットに出たとのことでした。コスプレを始めて人と話す機会が増え、性格が明るくなったんだそうです。イベントでの自作コスプレがきっかけとなり、公式のフィギュア企画が立ち上がりました。コスプレ衣装の制作では睡眠時間を削ることも多いですが、泥臭さも含めて楽しいと語っておられます。コスプレが仕事として成立するためにはどうするべきかという質問に対し、一番大切なことはコスプレしているキャラクターとそのシリーズを常に尊重し、キャラクターに対するモチベーションと情熱を育て、それを使ってクリエイターと協力すること、権利者の協力なしでは仕事としては成立しないと答えています。自分を持っているしっかりとした人格者であることがうかがえますよね。コスプレとともに同人的にグラドルとして活動していましたが、2018年より本格的に活動を開始されました。もともとグラビアが好きで、月に10冊写真集を買うこともあるそうです。2019年度のヤングジャンプ表紙登場で売り上げ1位を記録し、2022年9月までの4年間に累計で雑誌表紙100冊を達成されました。 YouTuber としてはゲームの生配信等を行っており、現在チャンネル登録者数は約40万人になっています。一度配信停止にもなっているそうですが、人気な方なのですぐに盛り返したようですね。理想の男性については、動物に好かれる人、優しい顔の人、料理を作ってくれる人、特にシチューたくさん食べる人なんだそうです。イオリモエさんのことが気になった方は概要欄に SNS の情報などを載せていますので、ぜひ見ていってください。それでは次の携帯の方の動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。